犬を驚かせてしまう行動。何気ないことが信頼を失う。わざと大声を出す。わざと大声を出すのは、犬を驚かせてしまうあなたの行動やねん。はじめはあなたからの、助けて、の叫び声かと思って心配して駆けつけてくれるかもしれへんねん。でも、心配して駆けつけた愛犬を見て笑ったり、動画を撮って楽しんだりすることを繰り返してたら、そのうち反応してくれへんようになるかもしれへんねん。ほんまに助けが必要で大声を出したとき、愛犬はあなたを無視するかもしれへんで、狼少年の話を思い出してみてな。あなたが、わざと大声を出すことに、愛犬がストレスを感じてるときのサインは、逃げる、隠れるやで、あなたが大声を出した瞬間、逃げたり隠れたりし、身を隠そう、身を守ろうとすることがあるんやで。無防備な犬に急に触れる。無防備な犬に急に触れるのは、犬を驚かせてしまうあなたの行動やで、リラックスして、くつろいでるときや目を閉じて寝てるとき、ご飯やおやつを食べてるとき、急に触れるとびくっと体を震わせて驚くことがあるねん。驚いて思わず手に噛みついてしまう犬もいてるねん。どうしても無防備な犬の体に触れなきゃあかん事情があるときは、名前を呼んだり、言葉をかけたり、驚かせないようにしてあげてな。無防備な犬に急に触れることが続いたとき、犬がストレスサインを出すことがあるねん。それは、あなたの前で、くつろがなくなる、ことやで。あなたの目の前ではご飯もおやつも食べなくなったり、寝ようとしなくなってしまうことがあるねん。あなたがそばにいると落ち着くことができなくなってしまうんやで。豪快なくしゃみをする。犬の目の前で豪快なくしゃみをすることは、犬を驚かせてしまうあなたの行動やねん。自宅に愛犬と二人でいてるとき、他の人の目がないとき、つい豪快なくしゃみをしてしまうことってあるやろうけど、突然のことやから犬は驚いてしまうねんで。くしゃみって突然やってくるけど、ある程度は抑えることはできるやろう。そういうのも愛犬への気遣いなんやと思うで。とは言っても、体の自然な防御反応やから、くしゃみをしないってことは難しいと思うねん。だから、くしゃみが出そうになったら口元を押さえるとか、少しでも驚かせないための工夫をしてみてな。怒鳴りつける。犬を怒鳴りつけるのは、犬を驚かせてしまうあなたの行動やねん。愛犬に関すること以外でイライラしてるとき、仕事や人間関係で腹立たしいことがあったとき、愛犬に八つ当たりしてしまうことがあるかもしれへんな。普段なら粗相をされても、仕方ないな、って許せてしまうけど、イライラしてるときって、なんでここでしたん？って怒鳴りたくなってしまうこともあると思うねん。でもそれは犬を驚かせるだけじゃなく、恐怖と強いストレスを与えてしまう可能性がめっちゃ高いねん。あなたを怖がり、恐れるようになってしまうかもしれへんで。ストレスサインは、あなたを見ただけで怯えることやで、精神的な病気を抱える原因にもなりかねへんから、自分の気分で愛犬を怒鳴りつけるのは絶対にやめてな。まとめ。わざと大声を出す。無防備な犬に急に触れる。豪快なくしゃみをする。怒鳴りつける。びっくりする仕草は可愛いかもしれへんけど、恐怖を植え付けることになりかねへんからやめてあげてな。